チャオ、あっちゃんです。今日12月の30日、あっちゃんの朝ごはんです。今日はね、温玉、はい、温玉をね、ちょっと待ってね。そうしてくれよ。気持ちがちゃんと落ち着いて、はい、そして温玉、その時に何か考えて、おつゆを入れて、自分の家に帰ってみたい、そう思ったら帰ってきてください。黙っていなくなるのは嫌です。それだけは嫌です。パン、お、はい、今日もね、モチフはこの前ね、買いに行ったらなかったんや、あれが、朝食が。なんかモチーフは買ってきて。で、まあ、朝食も美味しいんだけどね、まあ、モチーフはもね、まあまあ、ちょっと甘いね。だから。もうこれ一品で終わり。そうそう、コーヒー。大丈夫ですか？ちょっと手に押さえます。このね、総集編やってみる。で見てねんけどね。コーヒー入れます。します。音フェチでした。あ、ちち。手に跳ねた。はい。ではいただきます。温玉。本当に。温玉をね。お父ちゃんの頭に。よいしょ。どんな景色が浮かんだのか。私には分かんないけど、お父ちゃんは自分のこと知りたいって私に言ってくれました。パンの香りが好き。今焼いても何もない、そのまんま。たまつけつけで、おいしい。身が濃い。鼻がビビビしてきた。アレルギーなのか。風邪の感じはしないよ。なんか確かにね、分からへんねん。で、肩こり、朝起きたらね、頭痛と肩こりはね、ここ数日用してんねん。ここ何日 ?4、5 日、で最近ちょっと疲れてるって言ってたでしょ。昨日ライブでも疲れてるって言ってたでしょ。かっちょっと鼻水。風邪の症状とはちょっと違うねんけど、どこからっていうのかわからへんですけど、なんかこう疲れ。でも、あ、疲れたって感じ。ここで取り戻して、もう一遍やり直して、言い直して、ね、マッサージして、今日も一日楽しくいきましょう。よろしくお願いします。またお部屋をね、配線つけて、スイッチ入った時にやらなくてね、これお正月過ぎたらまた忘れそうな気がするね。嬉しいですか。
機械に入れて熱いを注いでてね。時間管理は難しい。失敗しちゃったりするんだよね。だから最近作ってなかったけど美味しいな。じゃあ食料かな。お父さん、お父さん。今のね、ワルテンカも朝からね、もう笑わせてくれてるし、よくよかったね。ありがとう。ありがとう。頑張りましょう。お待たせいたしました。いらっしゃいませ。なんだか忙しいのが嬉しい。なんか朝からのコーヒーはなんかこうホッとすんね。言えないけど、ちょっと楽しいです。体が動きます。パジャマにこぼっちゃったよ。1967年、この年大流行したファッションといえば、そう、ミニスカート。あら、ドキコ。はい。ということでね、ちょっとね、朝から肩が、この動画、2017年の12月31日、最終の日に上がる動画やのにね、ああ、体痛いって言うて終わるのもどうかと思うんでね、ちょっとこう、ストレッチをしましょう。2017年にすべておいて、で2018年
新たな気持ちであっちゃんは迎えたいなと思うんですけど、この動画は、そう、ちょっと声ちっちゃくしようね。12月31日やからね、ちょっとお話動画というか朝ごはんからちょっとこんな感じに行くけども、あっちゃんはね、まあ年またぐからって何かって何もないと思ってんだよね。で、まあ言ってみたら目つぶって寝て朝起きたらもう年越えてる。いや、ダウンタウン見たら勝手に年越えてる、うん、だから何か年越しってなんやねんって言われたら別に何ともないと思うねん。でもなんかね、こうさあ新しい年やし、何かやるぞって、何か変えるぞって、何か自分が変わるぞっていう気持ちになれる、まあなんていうのかな、きっかけみたいなもんやと思ってんねんね。でその中で、2017年、もうその前からの話で言った方がいいんだけど、2011年にみきちゃんを亡くして、で2012年13年とね、一生懸命生きてきたつもりやねんけどもね、2015年、うん、待って、何年でしょ、6年でしょ、5年、うん、2015年ぐらいかな、14年か5年かぐらいやね、14年、ちょっと待って、もう何年前かわからないけど、2015年ぐらいやったと思うねんね、うん、5年 ?4 年、うん、ぐらいに、ね、ちょっとね、体調を崩して仕事辞めて、でまたこれね、次の話でしようと思うんだけどね、まあ、ちょっと軽くまあ話しとくけども、体調まだこれちょっと、ね、定かでないんでね、もうちょっと思い出して話をしたいと思う。今ふと思い立って話してるけど、体調崩してね、ホルモンのバランス崩してね、今に至ってんねんけどもね。でその中で何も見えへんかった状態からね、去年、一昨年の秋に YouTube を始めて、で、ね、おかげさんでね、去年、去年は本当苦しかったね、最初の方ね、それが去年の終わりぐらいでは、まあ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 、生活もで安定してきて、で2017年はね、それが加速していくかのごとくね、うん、普通に生活できる、まあ贅沢はできへん、でも普通に生活できるようになってきて、で、インターネットで売ってたオイルの方も知名度もある程度ね出てきて、そっちももうコンスタントに売れるようになってきて、でその中で悪評、うん、悪評じゃない、嘘の情報とかで、まあ、いろんな妨害食らったりとか、でいろんなね、生きていく上で妨害も食らったりもする、でもそれを妨害されることによってまたいいことが起こるの繰り返しでね、2017年は、かなりね、あっちゃんは右肩上がりで伸びてきたと思ってんねんね。でこれも、まあ、急にね、種まいてすぐに収穫できるわけじゃない、でも、もうまあね、なんていうの、種まいてすぐ収穫できるものもある、で長期で収穫するものもあるっていういろんなね流れの中で、まあ、短期で収穫できるものは収穫して、長期で育てるものはぬくぬくと育ててきて、2018年19年にかけて、2020年、ね、まあ、1年2年3年かけて、ね、大きく伸びしていく第一歩の年やったんちゃうかなと思ってね、まあ、そんな感じでちょっと思ってるんでね、そんな話をねまたちょっとしたいなと思ってんね、うん、ちょっと先にこれ予告みたいになってしまったけどね、まあ、そんなこんなでね、今年はね、あっちゃんにとってすごくいい年でした、うん、でまた2018年の抱負で、2017年の、なんていうのかな、お礼と反省も兼ねて一本動画作りたいなとは思ってんだけどね、まあ、そんなこんなで、今日、あっちゃんは12月の30日、今日は明日大晦日から年越しに向けて、あっちゃんはあれをしようと思って、なんだ、準備をして、まだお片付けもまだまだ
ね、あの途中な段階なんで、まあ、もうちょっと頑張って、懐かしいなあちゃんのね、年越しながらお片付けした年もあってね、忙しくってね、あのお仕事、お父ちゃんのお仕事がね、それでお母ちゃんとかお手伝いして、うん、あの年越しまたぎながらね、お片付けしたりとかしてた、もう思い出すわと思いながらね。でももう今年はちょっと、今年とかここ数年はね、年越しゆっくりするようにしてね。で去年も、ダウンタウン見ながら、まあ、てかみっちゃんと一緒になってからね、ダウンタウン見るまでには仕事終わるようにしてやんねんけども、それでもやっぱり電話かかってきて行ったりとかもあったけどね。もうお仕事をね、引退してからはゆっくりするようにしてんねんけどね。だから今年も、ゆっくりできるかなとは思ってね。だからゆっくりして、大晦日を迎えられるように今日もうちょっと、あっちゃん頑張ってね、いろいろ、ね、準備していって、うん、とは思ってる。でもこの動画があるのは31日からね、もう今日もね、今日は12月じゃ2017年最後の日になるからね、うん、明日来年に向けて楽しくね準備をしていこうかなと思ってます。はい、ということでね、まあ、今日大晦日お仕事の人もいてると思うねんけどもね、昨日もねライブで、うん、大晦日夜勤なんだって言ってくれた人、ね、大晦日毎年夜勤やねんけども今年は夜勤外れで家族と楽しめるっていう人、ね、もうずっとお仕事頑張ってて、もう冬休みに入ってる人、一年中ね主婦、ね、主婦でねおし主婦業を頑張ってる人、みんなね、元日休んでください。で女性の方特にもうね、まあ、あっチャンネル女性男性あんま見てないくれてないけども、もしあっチャンネルを見てくれてる男性の方、ね、お仕事お疲れ様、一年中ね気合い張ってお仕事しているのはお疲れ様わかります。でも女性、主婦の人はね、もっともっと、お仕事変え、男性でねお仕事して帰ってきたらね、はい終わりっていう人多いけどもね、女性はねそれからでもお仕事洗濯とか家事とかやってる。だから主婦に子育てもやし、ね、子供がいてなくってもね主婦業にはお休みがありません。だからそこのところ分かってあげて、お正月は女性に台所に立たせないようにもうぐらいの気持ちでやるのがかっこいい男の人じゃないのかなってあっちゃん思います。はい、でうちお父ちゃんもね、お父ちゃんそんなかっこいいかどうか何とも言えへんおじいちゃんやけどもね、お父ちゃん一つかっこいいなって褒められるところはね、お正月三が日はお母ちゃんに台所に立たせない。で、お正月の用品数の子つけたりね、ちょっとした煮め作ったりとかね、そういうのは全部お父ちゃんがやってた。棒だらの煮つけ作ったり、ね、まあ、いろいろそういうの作ったりね。でお雑煮もそう、お父ちゃんが作ってね、めったにっていうかお父ちゃん台所に立って何かしてる見たことないねっていうぐらい台所立たへんしてね。まあ釣りが大好きで、昔はね釣り行くのにさつまいもを茹でてね、でさつまいもを餌にしてたよね。それをお父ちゃん台所でお父ちゃんなんかしてるな、いたら釣り行く前の日にさつまいも茹でる。それ以外ほんまに台所に立たへんしてやのに、正月前になるとお母ちゃんに、ね、大晦日の日忙しく仕事してね、夜中に帰ってくるね。それから朝までね紅白見終わって、昔は紅白見たよね、紅白見終わって行く年来る年見て、年越してさあ年越したなってなったら、お父ちゃんが台所でコト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 して朝までかかってね、うん、お正月3日も、まあ、おせちは買っててんけどもね、それ以外のものをお父ちゃんが作る、うん、そうやって、うん、お父ちゃんってそんなねぎらう言葉って書けへんねん。もう昔のね昭和の初期のもうね大和男児やからね、うん、大和男児って言わへんかしらけど、だから、うん、いちいちありがとうとか絶対言わへんしやん。そやのに正月は俺が作るって言って、まあ、でお母ちゃんは、うん、3日ぐらい休っとけ、3日間はお母ちゃん何もせず、で子育ても、うん、子育てもあれやから一日自分の好きなことしたらいいって子供あっちゃんとかね、あっちゃんの兄弟とかみんな連れて一日映画見に行くね。でお母ちゃんは好きなことしとけって、うん、でお母ちゃん置いていく。でお母ちゃんは何をしてんのか、またお部屋片付けたりすんねんもん、いらんことでもお父ちゃんはそんなことすんねんでもいいからって毎年そんな感じでね、ゆっくりしとったらええって、まあ、そんな感じやったね、うん、だから、まあ、そういう中で育ってるんでね、やっぱり女性の方をやっぱり、この三が日、ね、休ませてあげてください。でシングルの人、何もせずに三が日送られるように
もうなんかもうコンビニで買ってもいいしね、何でもいいんで、もう3日、ほんと正月三が日休んでください、好きなことしてください、うん、で昨日もちょっとね、専業主婦さんの人とお話ししててんけどもね、うん、やっぱりね、旦那さんがやっぱりね、専業主婦の人の仕事分かってないんちゃうかなって話聞いてて、うん、気の毒を超えて本当ね、ちょっと、うん、ちょっとそれ横暴やなと思ったのもあったんでね、こんな話になっちゃってんけどもね、うん、専業主婦さんはすごい頑張ってます、うん、まあ、あっちゃん専業主婦で頑張ってないけどもねこんな人もいてるけどもね、でもみんな頑張ってます、だから頑張ってるからね、旦那さんを外に出てお仕事して私は頑張ってるんだ、それは分かるよ、自分で自分の頑張りは自分が見てるからね、でも自分以外の人の頑張りっていうのは見えてないから、ね、どれだけ頑張ってても分からへんね、専業主婦さんってすごい仕事が多いね、うん、だからもし変われんやったら一回変わってみ、うん、1ヶ月でも主婦してみ、すごいしんどいから、うん、だからそういうこと分かった上でね、うん、女の人には女の人っていうかね、専業主婦やってる奥様、まあ、彼女でもいい、ね、女性にねぎらいの言葉をかけてあげてください、せめて正月だけでも、はい、ということで2017年の朝ごはん動画こんな感じで締めさせていただきます。1年間、朝ごはん抜けた日たまにあったかもわからへんけどもね、ほぼ毎日、朝ごはん動画上げたつもりです。でその中で、その中でしかそれをね1年間見ていただいてありがとうございました。でまたね2018年もさらなるパワーアップするかどうかわからへんけどもね、あっちゃんの朝ごはん特にパン、いろんなパン、食べる動画、食べながら雑談の動画、うん、一緒に食べてくださいって、一緒に食べてくれたら嬉しいなっていう動画、2018年も引き続きやっていきたいと思います。はい、2017年1年間、いや、あっちゃん YouTube 始めてからずっと朝ごはん動画、見ていただいてありがとうございました。今日は一日みんなにね感謝の一日で、の動画を撮っていきたいと思います。本当ありがとうございました、はい、今年1年間の朝ごはん動画、よかったよと思ってくれる人は高評価を、また2018年も引き続きあっチャンネル見てくれるっていう人はチャンネル登録してください。ではこれからもよろしくお願いします。今年1年ありがとうございました。またね、バイバイ、次の動画でお会いしましょう。